ご存知のように子犬の成長はとても早いものですが、大型犬の場合は数ヶ月後にはとっても大きくなってしまうものです。ただ出会った子犬がどんな犬に成長するのか判断するのは難しいことです。今回お伝えするのは、ある男性が拾った子犬が9ヶ月後に予想をはるかに超える事態となってしまったという話と、大型犬と暮らしているある夫婦の心温まる話をお伝えします。とても大きくなりますが愛らしい犬の話です。気になる大型犬の正体はいかに。拾った子犬を抱きかかえる中国で暮らす男性。とてもかわいいこの子犬を男性は飼うことにしました。子犬の成長はとても早く、あっという間に大きくなるとは予想していたものの、想像をはるかに超えていた事態になってしまいました。拾われた当初の子犬は生後2ヶ月くらいでしたが、9ヶ月後にはこんなに大きくなりました。とても人懐っこい性格だそうで、見ての通りモフモフの毛並みは抱き心地が良さそうですね。拾った当初でもそこそこの大きさでしたから、成長したら大きくなるのも納得ですが、それにしても大きくなったものです。ちなみにこちらは9ヶ月前の肉球です。そしてこちらが現在の肉球。どれだけ大きくなったかが一目瞭然ですね。とても立派に成長したワンちゃんですが、心優しい家族と出会えてよかったです。これからも幸せな毎日を過ごしてほしいです。この犬の犬種はアラスカンマラミュート。アラスカンマラミュートはシベリアンハスキーに似ているものの、少し丸みがあって一回りも二回りも大きいのが特徴です。大きい個体は体重が60キロ近くにもなり、小柄な人間より重くなることも。豊かな骨量と発達した筋肉が特徴のアラスカンマラミュートは重い荷物を引くことに優れていて、北極のソリ犬としては最古の犬種の一つでもあります。とても愛情深く人懐こい性格のため、しつけもしやすい犬種です。そんなアラスカンマラミュートは人気で、室内で飼っている人も多いようです。モフモフした毛並みに愛らしい表情のアラスカンマラミュートは、見ているだけでもとっても癒されますね。続いては飼い主さんの結婚式の付き添いを果たした2匹のアラスカンマラミュートがいました。アラスカンマラミュートのフィルとニコの飼い主さんたちが結婚することになりました。結婚式当日、花婿と花嫁の付き添いとしてフィルとニコを任命したのです。一緒に暮らすラガマフィンのマイロは残念ながら今回はお留守番だそうです。2匹は自分たちの役割をしっかりと理解しているようです。新郎新婦が人生で最高の日を迎えられるようにと意気込みが感じられます。
バージンロードを歩む花嫁と付き添いたち。花婿の付き添い役のヒルは蝶ネクタイ、花嫁の付き添い役のニコはお花をつけて、人生の大切な瞬間を愛犬と共に感じることができるってとても素晴らしいことですね。2匹は大役を無事に果たしました。この素敵な結婚式はカンブリア州のとある邸宅をお借りして行ったものだそうですが、犬たちを参加させることのできる式場を探すのにとても苦労をしたそうです。犬と身近に暮らしているように見えるイギリスでも、こういう形式の結婚式は珍しいようです。そんな感動の結婚式から1年経った頃のフィルとニコです。エミリーさんとご主人のシェーンさんと共に元気に暮らしています。2匹のアラスカンバラミュートとの暮らしに満喫しているようです。これからも飼い主さんと共に幸せな毎日を送っていってほしいですね。今回お伝えしたアラスカンバラミュートですが、日本ではあまり見かけませんが、とても可愛いけど大きくなるため飼育環境が大切なことから、日本の住宅環境では飼育が難しそうですね。もともとソリを引く犬だったことから、走ることが大好きで運動量も多い犬種なので、運動不足になるとストレスがたまりやすいようなので、長めの散歩や自由に走らせてあげられる環境が必要なようです。飼ってみたいと思っても簡単には飼うことはできませんが、アラスカンバラミュートはとっても可愛い犬ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。